フォルニア州の素晴らしいところをご案内いたします。ラッセン国立公園。この公園は火山活動の地質で知られていますが、動植物も大変豊かな国立公園です。そこにそびえるのはマウントラッセン、標高が3187メートルあります。夏でも大変涼しく、平均気温が最低4度、最高でも28度です。公園内の道路すべてが通れるというわけではありませんので、訪れる前に必ず国立公園のサイトでチェックしてください。私が訪れたのは7月の下旬頃でしたが、それでもこのような景色が広がっていました。この公園には240キロ以上ものトレイルがあります。火山活動が活発なので、地中で温められたお湯が泥と一緒にポコポコと湧き上がっているところなんかもあります。ヨセミテ国立公園。花崗岩の岩山で知られるこの公園には、毎年多くのロッククライマーがやってくる聖地でもあります。グレーシャーポイントオーバールックはこの公園を代表する景色であり、特徴的な U 字型の谷は最後の氷河期に氷によって削られたもの。ハーフドームもその氷河による浸食のためこのような形になりました。ブライダルベールフォール、落差189メートル。訪れる時期によって水量がかなり異なります。5月6月は大変水量が多く大迫力ですが、8月頃になるとだんだんと水は減っていき、そして9月10月冬に向けては本当にわずかな水しか残っていません。もし時間に余裕があり歩くのも好きという方は、バーナルフォールとネワタフォールのトレイルをおすすめします。出発地点から地図上の赤と黄色の道を進んでいきます。そしておすすめなのは黄色い方のトレイルです。こちらのトレイルは山道ですが、階段も少なく登りやすいと思います。そして途中からネワタフォールも見えます。ネバタフォールには橋がかかっているので、そこを渡ってさらに進んでいくと、今度はこの地図上の赤いトレイルになります。この赤い方のトレイルは階段が多く大変狭いトレイルです。下っていくとバーナルフォールが見えます。そしてさらに川沿いを下っていくと、最初と同じ道に戻っていきます。もしすべて登るのはきついということでしたら、そのまままっすぐと進んでいくとバーナルフォールだけ見ることできます。もしくは途中できついなと思ったら、もう一度黄色のトレイルから赤い道の方に行く道もあります。このトレイル合計で 8.7 キロですが、出発地点付近の駐車場は大変混み合っているので、そこに止められないと10キロもしくは15キロ往復で歩くということもあります。そして標高差が610メートル、かかる時間は5時間から6時間というふうに国立公園は発表しています。この写真のところが地図上の赤い道のトレイルです。黄色いトレイルの方を進んでいくと、その景色の中にネバタフォール、落差181メートルの滝が様々な角度で見えます。ネバタフォールの上流周辺は比較的平らな大地が広がっているので、ランチを取るのにおすすめです。もちろんお店などはありませんので、すべてのものを持って行ってください。そして流れも大変緩やかなので、水遊びをすることもできます。落差約97メートルのバーナルフォールはネバタフォールの下流にあります。マイナス4たっぷりのとても気持ちのいいトレイルなので、ぜひ行ってみてください。
セコイア&キングスキャニオン国立公園。ぜひこの大きな木、ジャイアントセコイアを見に行ってください。このジャイアントセコイア、大きいものだとその体積は1487立方メーター、そして毎年1立方メーターずつ成長していきます。人間がとっても小さく見えます。ビジターセンターすぐそばにあるのがこのビッグツリートレイル。一周1キロほどの平坦なトレイルなのでおすすめです。ジャイアントセコイアの様々な大きさを感じることができます。崩れてきた花崗岩がトンネルのようになっている箇所もあります。モントレーベイ水族館、さほど大きな水族館ではありませんが歴史のある水族館です。そして何といってもファインディングニモの続編、ファインディングドリーの映画の舞台となり有名となりました。昨今日本でも人気のあるクラゲですが、世界で初めてクラゲを展示した水族館はこの水族館です。モノレイク、古代から続く潮の湖には魚は生息していません。しかし何兆ものブラインフィッシュという小さなエビやアルカリフライという小バエなんかが多く生息しています。1941年よりモノレイクの水はロサンゼルスで使用されるようになりました。その結果40年後にはモノレイクの水位は14メーターも下がり、塩分濃度は倍になってしまいました。以前は湖には島々があり、そこには毎年何千ものカリフォルニアカモメが卵を産みにやってきました。ところが水位が下がり、島々は陸地とつながったため、捕食者であるコヨーテやヘビなどが簡単に卵を食べれるようになってしまいました。さらには露出した湖底が乾燥し、粉塵が巻き上がり、大気が汚染されていきました。モノレイクを守ろうという団体などの努力により、1994年9月28日モノレイクは西半球シギチドリ類の国際的保護区に指定されました。その取り組みの中にはモノレイクの湖面の水位を標高1948メートルまで戻そうというものが含まれております。ただ現在でも水を引き始めた1941年より水位が7メーターも低い状態が続いています。もし水位が回復すれば、この案内の看板のところまで湖岸線はやってきます。湖の底からは水が湧き出ており、その水には豊富なカルシウムが含まれています。そして湖の水自体には炭酸塩、ベーキングソーダのようなものが含まれているので、それが混ざることによりトゥーファと呼ばれるこのような塔ができます。大きなものだと9メーターほどの高さになりますが、本来は水の中でしか形成されないもの、それだけ湖面の水位が下がったということです。ホットクリーク、この小川の底からは熱泉が湧き出ています。大地に降った雨は地下深くに浸透し、高温高圧にさらされ、そして再度熱泉として地上に現れます。その過程は1000年かかるとも言われています。入ることが可能な温泉もここにはあります。ブラウントラウトという大きくてしなやかなマスがここには生息しているので、フライフィッシングの場所としても有名です。ホットクリーク養殖場がオープンしたのは1941年ですが、地元のクラブがマスを放ったのは1928年からです。小さなイエローストーンのような景色を楽しむことができます。マッカーサー・バーニーフォールズ記念州立公園、
この白糸の滝は高さが35メートル、幅が76メートルあり、1日に流れる水量はおおよそ1億ガロンです。駐車場のところからくるっと1周2キロほどのトレイルがあります。最初の5分から10分ほど下ったところで滝を見ることができます。滝を正面にして左側のところにはのんびりとピクニックなんかを楽しめるようなスペースがあります。端の方は滝に直接触れることができますが、水温は低いので泳ぐことはできません。ロシアンツリー国立公園、日本ではあまり知られていませんが、年間280万人もの人々が訪れます。このジョシュアツリー、サボテンのように見えますが、リュウゼツランの仲間です。芽が出たジョシュアツリーは、最初の10年間は年間 7.6 センチずつ、その後は年間 3.8 センチずつ成長していき、大きなものですと15メーターを超えます。チョラカクタスガーデンというポイントでは、一面にテディベアチョラというサボテンを見ることができます。チョラサボテンは何種類かありますが、この種類はテディベアチョラ、まるでぬいぐるみのテディベアのようだからその名前がついていますが、ニックネームはジャンピングチョラ。サボテンの一部分がポロッと取れて、気がつくと洋服なんかについているということがあるので、そういったあだ名がついています。名前は可愛いのですが、そのトゲの部分には返しのようなものがついているので、少しでも触れるとなかなか取れません。この写真でも私は実際に手で持っているのではなくて、小枝を使って撮影しています。テディベアチョラサボテンだけがこれほど群生しているという箇所は他にはなかなかありません。砂漠の中でも大変珍しい景色、ぜひ一度訪れてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。